ペースの角度は30度。どうもイケリンです。はい、ということで今日はですね、女性の夏の下着問題についてお話ししていきたいと思います。結構ね、やっぱ夏ってこう暑さですごい濡れちゃったりとか、あとはこう薄着になるのでね、やっぱり透けたりとかすごく気になるじゃないですか。なので今日はですね、まあ、そういったものを、まあ、私個人的にとかどうやってね解決してるのかについてお話ししていきたいなと思います。それではレッツゴー。はい、ということでまずはですね、透け問題についてお話ししていきたいと思うんですけれども、私ねツイッターでこうたまたま見かけたんですけど、一番透けない下着の色は何かっていうので、赤がね一番透けないですみたいなツイートを見かけたんですよ。で実際こう写真も出てて、いろんな色の布を用意して、その上にこう白い布をかけた時に、だからどれが一番透けないのかみたいなのを見かけた時に、確かにね赤が一番すごい隠れてたんですけど、平面だったんですよ。こう布がパパパパって貼ってあって、その上に白い布がねかかってるような状態だったので、実際こう人が来た時にどうなるのかっていうのを今から試してみたいと思います。今回ですね、私の好きなこちらのグラフィールをですねいくつか用意したので、これを使ってねやっていきたいなと思います。今回色はですね、まずこちらの黒と、それからこちらのピンクですね。まあ、これを今回ちょっと赤みたいな感じに見立ててやっていこうかなと思います。そしてこちらですね、まあ、定番の白、それからグレーです。それからですね、こちらブラウンなんですけど、まあ、今回ベージュ系としてね用意しました。最後ですね、ブルーですね。はい、ということで、でこれを着た上に今回ですね、この T シャツを上から着てみて、どんな感じになるのか見ていきたいと思います。でついでにね、こちらも用意しております。はい、これはね普通のこうテロッとした感じのシャツで、ああいうこうオフィスカジュアルとかにも着れそうなシャツと、それからこちらですね、チビリヌが着てたやつなんですけれども、まあ学生の普通のこういうシャツで、まあそれぞれどんな感じになるのかも見ていきたいなと思います。じゃあ早速着替えていきます。はい、ということで今ですね T シャツに着替えてきたんですけど、一応ね下はあの黒いキャミソールを着ています。カメラ越しだとあれかもしれないんだけど、鏡で見た時にこのブラ紐のキャミソールのこの紐の部分が結構黒々しいというか、なんかちょっと見える透けてるなっていう印象はありました。で一応後ろもね見せるとこんな感じです。なのでやっぱこのここの線がちょっと目立ちますね。でも全体的にそんななんか、うわ黒いの着てるのこの人みたいな感じはあんまり印象受けないですね。学生のシャツの方はですね、もう全部透けるから、絶対もう学生の方はね黒は着ない方がいいと思います。タンクトップとかだったらいいかもしれないけど、ちょろっとしたシャツの方はですね、今のねこの T シャツ着てるのと同じぐらいこうやっぱブラヒモだけだいぶ黒いので、そこだけしっかり見えちゃうかなっていう感じだったんですけど、ただ裏後ろ向いてみるとやっぱねめっちゃ目立つんですよ。すごい気になりました。だからこれはね意外と怖いなと思って、あ今日黒いキャミソールしかないから、いいやこれ着ちゃおうとか言ってパって着るじゃん。で、あ意外といけるじゃんみたいな感じで言ったら、後ろはめっちゃ目立つっていう結構盲点だと思うので、あの OL さんとかはねこれ気をつけた方がいいかなと思いました。はい、そしたらですね、じゃあ次はブルーを着てみたいと思います。見た感じあんまり青っぽくないですよね。あんまりわかんないなと個人的に思いました。後ろ向いてもらった時に若干まあ紐がなんだろう、なんか暗い色を着てるっていうのがわかるかなって感じかなと思います。学生服の方はやっぱちょっとね正面で見た時に暗い色着てるなみたいなのはわかるかなと思います。で OL シャツの方はあんまり正面からだとわかんなかったんですけど、でも後ろがやっぱり若干目立ちますね。はい、ということでじゃあ続いてはこちらのブラウンベージュ系をね着てみたいなと思います。このねシャツだとあんまりわかんないんじゃないかなと思います。これやっぱり一番透けないような気がしてますね。見てみるんですけど透けてないような気がするんですよね。あんまりこのストラップの部分も気にならないかなと思いました。学生シャツの方はですね、あんまりまあ他のさっき着た2つに比べると透けてないかなっていう風に感じました。ただまあなんか着てるなっていうのはわかるっていう感じ。
もう一つのオイルシャツの方はですね、見た目はもう全然わかんないんですよ。まあこれと本当同じぐらいあんまり気にならなかったんですけど、なんていうのかな、なんか日焼けした人に見える。ベージュに比べたらちょっと濃いかなと思うんですけど、そういうものを着ると白じゃなくてオレンジっぽいのを下に着てるんだろうなっていうのがなんとなくわかるけど、別によく見ないとそこまではわからないっていう感じですかね。はい、という感じで、もうやっぱりなんかベージュは最強なのではと今私の頭の中では思ってるんですけれども、続いてはですね、こちらグレーをね着てみたいと思います。これはそんなにやっぱ分かりづらいですよね。まずこのトップスがねそんなに分かりづらいかなって気がします。ただまあ今回ねなんでこれを選んだかっていうと、これが多分オーソドックスな T シャツの生地でねできてるかなと思ったんでこちらを選びました。後ろも若干この紐のところがやっぱりね色が暗く見えるというか、なんかそんな目立つってことじゃないですけど、何か着てるなっていうのは分かるぐらいの色ですかね。学生シャツの方はですね、やっぱりあなんか着てるなっていうのがすごい分かりやすい感じになりました。さっき着た青いキャミソールと結構見え方的にはすごく似てるかなっていう印象です。オイルシャツの方は、まあ、そこまでうわなんか着てるなとはならないけど、薄い色のキャミソールを着てるなっていうのが分かるっていう感じです。じゃあこちらも着てみたいと思います。まあ、白もね分かりづらいとは思うんですけどね。はい、今ですね白いトップスを着てるんですけれども、あの割と透けにくいかなと思ったら意外とね分かりますね。ここの形がすごいねもうくっきり出てるなっていう印象です。意外白透けるんだと思ってすごいびっくりしてる。黒と割と同じぐらい目立つなっていう印象がありました。ただ意外と白の下着透けないだろうと思って着てる女性多いと思うんですけど、めちゃめちゃ分かりやすいね。それから学生シャツと OL シャツもね比べてみたんですけど、こんな感じです。もうね全然透ける、めっちゃ透けるストラップのところだけとかじゃなくって、もうこのキャミソールの形がもう全部わかる、そんなに見えるんだと思って、だからね意外と白皆さんね注意した方がいいかなと思います。そしたらですね最後こちらの気になる、まあ赤ではないんですけども、こちらのピンクをね着てみたいと思います。これどうなんだろうね、こんなに激しい色だったら結構わかりやすいんじゃないかなと思うんですけど、じゃあ早速着替えに行ってきます。そんなわけで赤を着てみたわけなんですけれども、まあ、このね白いシャツだとあんまり気にならない感じですかね。さっきの白に比べたら全然透けなくてすごいびっくりしてます。だってあんな派手な色なのにね、白の方が絶対目立たないと思うじゃん。意外とこっちの方が目立たないですね。後ろも見てみましょう。後ろもこんな感じで、まあ、さっきに比べたら全然ね分かりにくいかなと思います。まあ、この辺ね段差とかはできてるんですけど、まあ、さっきに比べるとそんなに分かりにくい感じじゃないかなと思います。学生シャツがね意外とこれがね相性がいいみたいで透けなかったです。全然あのベージュとほぼ同じぐらいか、まあそれにはちょっと劣るけどっていうぐらいの透け感だったので、本当に白とか、ね、グレーとかそういう色を買うよりかは意外とねもう赤っぽいのとかピンクっぽいのを選んでもいいのかなと思いました。ただそれに対して OL シャツの方は若干わかりますね。なんとなく赤っぽいオレンジっぽいものを着てるなっていうのがわかる感じになりました。一番ね透けなかったのは今回ベージュブラウンでした。でその次に赤ピンクがやっぱり透けないなという感じだったので、自分の肌よりもちょっとワントーン暗めのベージュもしくはオレンジとかのこう肌なじみのいい色を買ってあげるとすごくいいのかなと思いました。はい、ということで、まあ、大体透けに関してはこんな感じのところをね気をつけてあげるといいんじゃないでしょうか。続いて今度は蒸れに関してお話ししていきたいなと思います。私がねネットで調べた情報によると、化学繊維ポリエステルとかあるじゃないですか、ああいったものよりもシルクとかコットンとか天然素材の方が通気性に優れていて、あとは吸水力も高いので汗をかいた時にもしっかりねあの生地が吸収してくれるものが多いようです。ただねやっぱり個人的なおすすめとしては、特にユニクロのエアリズムとかはねすごくいいなと自分的には思ってます。エアリズムはねいいよ、エアリズムはいいよ。こう触った時に
結構このエアリズムってすごいひんやりしてるんですよ。結構ねやっぱ生地にもこだわってるらしくて、通気性がねすごく優れているみたいです。あとは吸水力もしっかりあって、それから速乾性っていうのはね割とキーワードみたいですね。でそれからあとはですね、ワンピースとかあとやっぱりスカートを履くときって結構こう汗をね足にかいちゃうとペタってこう張り付いちゃったりとかするんですよね。だそういう時におすすめなのはこれペチコート、やっぱね全然違うなと思います。白いスカートとかだとなんかこう変な感じで汗じみとかねできちゃったりとかするとすごく恥ずかしいし、やっぱり泣いちゃうのでね、そういう時は着てあげるとすごくいいかなと思います。ちなみにですね、今回こちらで紹介しているのが GU のスリップなんですけど、すごいね最近のは。もうこれもねカップ付きのものがありました。でしかもここもねストラップが取れるようになってるので、こうチューブトップのものを着たい時とかには全然これも着れるかなと思います。あとはね結構、まあ、これは脱線しちゃうんですけど、こういう夏になるとボタン式のねお洋服とか着ると思うんですよ。でも意外とねこういうボタン式ってやっぱここ隙間がね出てるので、こういうのね着てあげるとしっかり隠せるのですごくいいかなと思います。はい、ということで今回はですね、女性の夏の下着問題についてお話ししてきたわけなんですけれども、いかがでしたでしょうか。個人的にやっぱりキャミソールでね実際試して着てみた時に、私自身ねやっぱベージュとかはね透けにくいなっていうのは分かってはいたことだったんですけど、意外とねその赤とかも透けにくいっていうことをね今日ちゃんと知ることができたので良かったなと思いました。この夏ねやっぱりいろんな服をね着て楽しみたいと思ってる方もたくさんいらっしゃるかなと思うので、まあ一つねこういうところを気をつけてあげるだけでやっぱり見え方全然違ってくると思うので、ぜひよかったら参考にしてみてください。それでは今日の動画はこれで終わりになります。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひなるほどとか知らなかったと思ってくれたら高評価よろしくお願いします。それではバイバーイ。